ここにある物質を純物質と混合物に分けたいねんけどまずこの純物質混合物はどういう力になったっけ純物質は1種類の物質でできたものやなじゃあ混合物はこれは2種類以上の物質が混ざってできたものやなそしたらここにある物質をそれぞれ分けていきましょうまず空気はどっちやろ空気の中には 窒素とか酸素、二酸化炭素、他にもたくさんの気体が混ざってできているものやから混合物な。じゃあエタノール。これはエタノールっていう物質、1種類でできているので、純物質な。じゃあ海水分かるかな海水の中には水とか食塩とか、他にはミネラルなんかが含まれているから混合物です。じゃあ水はこれは純物質な。塩化水素。こいつも純物質です。1種類です。 これ間違いやすいねんけど混合物やねんな塩酸の中には水と塩化水素っていう気体が含まれているから混合物なみりん赤ワインはこれは両方とも混合物やねんなみりん赤ワインの中には水とかエタノール他には米とか糖分なんかが含まれてる 身の回りにたくさんの混合物があんねんけど例えばみりん赤ワインは共通して水とエタノールが含まれてんねんけどじゃあ赤ワインから水だけエタノールだけを取り出したいんんけどどうしたらいいのかっていうのをこの動画で勉強していきます結論から言うとごちゃ混ぜに混ざった状態から水だけエタノールだけそれぞれ別に取り出すことはできますそれはこういうふうな実験を行ってやります 丸底フラスコを用意して、その中に赤ワインを入れときます。この丸底フラスコにはこういうふうな枝がついていて、これはちょうどガラス管になってるな。フラスコにガラス管がついてあって、ゴム管をつけます、その先にもう一回ガラス管で、その先端に試験管を当てときます。で、この試験管を氷水によって冷やしとおくねな。注意点がいくつかあります。こういうふうな液体を加熱するときは必ず沸騰石を入れとくねな。なんで入れるのか。 それは、急な沸騰である、突発っていうのを防ぐために入れとくねあとは、温度計の1やねんけど、これは必ず枝のところに当てるようにしてください。赤ワイン、沸騰してくると、誰かが気体に変わります、この気体はこの枝を通って、最終的に試験管に集まんねんけど、この通る時の温度を測りたいから、必ず温度計はここに当てとくねんな。 で、この中には赤ワインが入ってんねんけど、主成分っていうのは水とかエタノールやねんな。それがごちゃ混ぜに混ざった状態です。最初に加熱していくとどうなるかというと、温度がどん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 上がっていきます。上がっていくと、80度付近で温度が一定になるところがあるよな。温度が一定になるってことは何が起こんやったっけここでは状態変化が起こります。赤ワイン、一番最初は液体やねんけど、 加熱していくと80度付近で温度が一定になりっていうのはエタノールを振って78度に近いからここに来るとエタノールだけが沸騰して気体に変わりますエタノールだけが沸騰して気体に変わりこの枝を通ってゴム管を通ってガラス管を通ってここに集まって氷水によって冷やされて最終的には液体に変わるな 一番最初、液体やってんけど、沸騰して気体に変わり、最終的にもう一回冷やされて液体に変わります。80度付近でエタノールだけが集めることができます。で、どん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 加熱していくと、100度でもう一回一定になってるな。ここでは、水の沸点に相当するから、水だけが気化して、沸騰して気体になり、最終的に氷水に冷やされて、水が集められるな。 このように赤ワインの中には水とエタノールがごちゃ混ぜに混ざってんねんけどこういうふうな80度ではエタノールだけが100度では水だけが気体に変わり最終的に冷やされて集めることができますこんなふうにして沸点の差を利用してごちゃ混ぜの混合物からそれぞれの物質を分離する方法のことを上流っていうふうに言うねんな最後にもう少しだけまとめときましょう さっきと同じグラフです一番最初は水のエタノールはそれぞれ液体やってんけど加熱していくとどん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 温度が上がっていきますそしてエタノールの沸点付近の8 0に変わると温度変化が一定なので状態変化が起こり液体のエタノールが沸騰し気体になりますそして最終的に氷水で冷やされてエタノールを集めることができねな さらに温度を加熱していくと100度付近でもう一回温度が一定になるところがあんねんけどここでは状態変化水が沸騰して水蒸気に変わり最終的に氷水に冷やされて水蒸気がもう一回水に戻り水を集めることができますもちろんエタノルの沸点っていうのは78度なので沸点が低い方が先に集めることができない4分ぐらいで集めることができます 水の沸点っていうのは100度やからエタノールより高いエタノールより高いってことは後で10分ぐらいで水っていうのを集めることができます。